が好きなんだもん。ジャパニーズレッドモンスターに殺到、箱根スタンドを届けて感動、真っ赤な情熱注いで勝つ、覚悟も覚悟も全部カットバッソー。番号を引いて、その番号で背番号トークをしていこうかな。吉井子さん、何年入団ですか？昭和50年。同期じゃないですか。75。これは辛いんだよ、もら。これ、やっぱ番号トーク辛いですか？辛いね。引き出し開けてもなかなか出てこないですか、番号じゃ。覚えてないお願いします。じゃあ早速いきましょう。29できた。29パッと来ました。これ分からんとあかんよ。その方は解説とかもされます？今してない。でもされてたことはある。ちょっと他球団でコーチとかやった。分かりました。いきますよ、せーの。お見事。ああ、そうですね。そう、小林誠二さん、うん、これ小林誠二さんは76年から80年まで1回つけて、81年から83年まで小川さんがつけてるんですよ。ああ、はいはいはい、阪神、はいはい、から取られた、はいはい、でまた84年から88年に小林誠二さんを29番つけました。1回とりあえず出たからね、西武かなんか。そうそう、ね、西武1回返すっていうのを、はいはいはい、話で出してるわけ。あれそうなんですよね。そうそう、西武に貸し出す感じだったんだ。だからあれやっぱり西武が当時やっぱ根本さんだったからっていうことだと思うね、うん、レンタル移籍みたいな。はあ、これはいい、これはいいですね。来ました。でも他の人間は分かるんだよ。いきます、続いて、はい、15。あいつ一番最初の背番号これじゃないかな。あいつ、もうちょっと待ってください。あいつ一番最初って言ったらもうあの人じゃないってことじゃないですか。そうそうそう、あの人じゃない。維新伝心ですから、あの人でもいいんですよ。だって今の15の誰つけてるか分かんないし。今はつけてないですよ、もう永久欠番みたいなもんですから。だからもともとはこれだったけど、それからこれに変わったよ。入団してからずっとこれですよ。だって永久欠番は3と8やん。これもなりましたよ。嘘って、ちょっとどれかっこいいやん。よしひこさん何かっこいいや。よしひこさんが背中をいつも見てた15番は誰ですか？その方ですか？と思うんだけど。だってピッチャーで永久欠番なんとしたらあいつじゃないもんね。まだ厳密にはなってないよね。厳密にはなってないです。なってないですね。なってないです。見さわない。はい、せーの。津田15から14に変わってない？14です。14知ってるよ、はい、でも津田さんは最初は15じゃない？最初15なんですよ。ほら15なんですよ最初。それで14に変わってる。だけど永久欠番俺津田の方が上だと思ってる。黒田よ。でも14のイメージというか、大瀬良がね、開幕前には必ず津田さんのお墓に行って、今年もよろしくお願いしますっていうのは、今現在14。津田さんは1年だけじゃなかった。82、83、84年が15番で、85年から91年までが14番です。新人王を取った時ですよ。そう。だから14は知ってるのよ、その14。はい、最初15だったよ。そこやで。なあ。言ってん。これ新しい方だからダメなんだって。新しいって言ったってもうこれですよ。いや、新しいってことなの。64歳って覚えてるの、範囲が決まってくるから、古けりゃ古いほど頭が残ってるんやから。いや確かに。ちなみに78年79年が下地さん。ああ、いた、沖縄。沖縄下地。ナチュラルチェンジアップ。ナチュラルチェンジアップ、バンバン真っ直ぐだったらビョーンだってビューンってバッターがなんだって、こうすごいチェンジアップだって全部チェンジアップだ。下地さん、下地。ああ、いたいた。で80年81年がアニヤさんがつけてるんですよ。あ、15番。はい、頭にない。黒田も全く頭にない。黒田が頭に全くない。あ、もう
もう仕方ない。いやもう仕方ない仕方ないはないじゃないですか。この字でいいんだっけあいつ。違います。あの違うね、はい、土書いたんですね。そうそう怒られるね、あいつに。吉野さん、ライブ字違いますよって。じゃあ、まあ川端を書こうと思ったけど、はい、バタやん。そうですね。え、どうも33じゃないか。違うね、33だ。でも、菊池選手の話はもう、しゃあないな。違うの書いたら、あいつ怒るさやもん。何考えてるんですかって言われそうやもん。最近お会いしたのは、最近会ったのは電話とか LINE でするけど、最近会ってない、元気ですかーって。もうなんか忘れた頃に電話してきますよね。それで面白いのは、飯じゃあ今度いい寿司屋連れてくからって、すいません寿司嫌いですから肉がいいです。そうなんです。お魚が食わないんですよ、うん、肉ない。ハンバーグとかいうのが好きですからね。ほんま変わってるよ。あ、次やん。もうだって仕方ないよね。仕方ないっていうか、そうですよね。もうこれは飛ばして、まあ、飛ばしましょうか、まあ、これはもうね、はい、これはもう、はい、津田つねみさんをね、18エースナンバーやな。はい、18って仕方ない。これそうですね。今ね、新しい頭が生まれたよ。新しい方にしたんすか。ちょっともう俺が綺麗だから言ってるのに。あ、じゃあ、いや、新しいんですね、うん、新しい方にってアップデートしたんですね。した、今だけ。じゃあこういうことでいいんですか。でもこういうことじゃないですかね。よしこさんはっていう道を書いてる。じゃあ行きましょうか。せーの、はい、そうだね。あ、全然あった。え全く変わらなかった。でも当時そうですよね。そう、背中を見て、うん、でもこれ森下、ああ、すごいですね。すごいっていうか、すごくないやろ。福士さんが82年までで、その後白竹さん、あ、白竹さん、ハケスカウト、はい、白竹、はい、10年生スカウト作ってた、はい、で90年から今の監督笹岡さん。笹岡さん、でってことは大した選手はつけてないってことやん。いや、でもその後マイケンがつけてますんで、ね、マイケンマイケンも笹岡さんも大した選手がないと思う。マイケンの18は全くないよね。いや、続いて俺、はい、21スッと書きましたもんね。だからもう昔の記憶が蘇る感じで書かれたってことですから、うんうん、印象深いピッチャーよね。はい、うん、ピッチャーですよね。ピッチャー、あー、じゃあ俺多分行けました、うん、行っていいですか。いいよ、せーの、はい、正解です。うわ佐伯さん21でしたね。21、どんなピッチャーだったんですか。だってさ、夏場よ、暑いやん、はい、マウンド上がってさ、老人ばっかりこうやって、ええ、拾うやん、はい、普通、老人ばっかりこうやん、はいはい、こうするやん、ええ、そこつける人いますか。ほんまになんでなんですか。老人ばっかり塗ってだから、えってなるんだ。そう、こう投げるときに握りが分かる握りが分かるんですか、すグローブからフォークボールでこうやって出してくる、だけどそんなことしちゃう。わざとですか。はぁ、作詞だったんですね、佐伯さんって。そう、当然握り見せて見せて違う球投げたりするよね。それもボケでやってたってことですか。わからん。そんな斎藤佑樹とかも21、まあ、もう分かんないですもんね。もう21で、そうね、それこそ今中崎です。すいません佐伯さん一本でちょっと固まるよね俺ね他21どんな。佐伯さんが71年76年つけた後に土井さんが77年から80年。ああ、ピッチャーの土井、俺の同級生や、年一緒や土井。それは後からノンプロかどっか入ってきたよね。13って意外と嫌がってつけなかったんじゃないですか、数字的にってね。ね、うん、
俺の誕生日3月13日吉永小百合さんと一緒、あと佐藤君と一緒、阪神。これ違うかな、これ2人ともいます、すごい。いやこれ多分吉永さん絡んでると思うんですけど、まあいいわ、いきますか、うん、せーの、あと土橋1年目ね、13年目13です、はい、2010年から10年目、イエーイ。そこを書くとは思いません、高木さん。こっちの方覚えてる、13から7だよね、13から7ですから、新しいことも知ってるやん、これ。いや、もうそんな新しくない、もう同盟賞10年目ぐらいですよ。そっか。時代の38いや、これ打てたこの38マジで誰も出てこないですか、いきますか、一応58か、あいつ58か、はい、松林いない、ないで58くらいか、浅山通る、全然わかんない。名前知ってるけど、今のコーチですね。そうだね、はい、やってくれ。3じゃちょっと言ってみて、水谷さん、はあ、水谷さん4の前です、4の前、堂園さん同期じゃない、1位入団堂園だって言ってましたよ、1位堂園って言ってましたよ、吉田さん、堂園さんが1位の時の吉岡さん3位ですよ、ね、もう39番かだからですよ、38、39、40、そう。そんな決め方だったんですね当時、ほんまそうやで、38、39、40、分かった、俺で40番の意味が38から空いてるから、そう、うわー今なんか目から鱗16、こういうことですよね、せーの、正解です、長富さん、長富ね、長富博、今仕事中娘、あ、ひなこさん、ひなこさん、はい、俺その話しようと思ったんですよ、よしこさん、ひなこさん、どうもはじめまして、はじめまして、ちょっとこちら座ってください、どうしたんですか今日、今日この後、はい、この後 YouTube を撮るから今日来たんですか、そうそう、ちょっと座れ、いや俺だからその話しようと思ったんですよ、あのヨロッコチャンネルで、あの娘の日向さんが出てアフレコばっかりやってるから野球関係ねえじゃないですかみたいな話をしようとしたんですよ。あの吉彦さんの、娘さん日向さんです、はい、こんにちは、はじめまして、はじめまして、ひなこです、ねえ、いやいや今ちょうどね、あのよしこさんの方のヨロピコチャンネルちょっと終わって、今こちらの、あ、そうです、ごめんなさい、はい、だってカープカの方にもう出る形になってますけど、あ、本当ですか、で当然やっぱりひなこさんもカープファン、カープ好きですですよね、はい、だからこれちょっと加わっていただいていいですか。でも私そんなにめちゃめちゃ詳しいわけじゃないですか、いいんです、大丈夫ですか、親子が会えばいいですけど、まあ、この辺は多分まあ難しいですよね、まあ、難しいよ、ひなこさんもう 今しかわからない、今もわかってる、今もそう、なんか本当にもう待って2人でちょっと話したよ、若い頭と年寄りの頭、でも私は年寄りの頭に合わせに今言った16なんて、長富さんって今の選手16って誰、それこそ古澤さんもつけてた、あ、つけてた、今の16は、ね、今の今村武雄、今村です、はい、ひなこさんよろしくお願いします、ひなこさん、ひなこさん、44ブリレン、それ阪神、
ラインバックブリーデンの時代ですから。元ピッチャーや。え？元ピッチャーで44いないでしょ。名前忘れたやんか。名前忘れたら何書くんですか。プレースタイルですか。ね、すげえ仲いいのに。ペヤコさん分かります？44でピンとくる人。ピンとくる44番誰ですか。ピンとくる44番。なんか。MLB です、ね、ピッチャーから野手に変わったよ。え、これいるよね。います。ピッチャーから野手に変わった広島出身。わかりました。 OK、 はい、OK、 せーの、おお、宇宙東ですね。そうそう、宇宙東高校ドライチで、そう、今あの宮崎県でお好み焼き片岡やってます。ちなみに44番他の選手で言うと、ま、ケンモス。え、あ、ケンモスさん、はい、あと金田さん。あー、富弘さん、はい、ピッチャーの金田富弘さん。すげえ教えた、まあ、スローカーブ投げてましたよね。レスリー・フィルキンス。フィルキンスいた。で、福地さん。で、松山。あ、林も。福地もそうっすね。結構いるんだね。いや、はい。よーし、よー、詳しいわ。え、42もだってつけないです。つけない。42、俺はもうこれが出てくるんですよね。ご飯で見たら大野さんだけどな。ひやこさんは42もだったけど全然わかんないです。これそうでしょ。あ、はい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 、はい、はあ、日本人のピッチャーで広島市内でお寿司屋さんを出されたこともあります。すごいお詳しいですね。寿司屋左ピッチャーはそれはもう外国人も有名なのいますけど、ああ、あの山手やつやろ。この間この間やりました。この間やな。この間やる。え、それダメ出てこないですか。それは出てくる。僕は違うの書きますけど、僕はもう長谷川お寿司屋さん。あ、そうなの。あいつやってんの。もう今もうやってない。ジョンソン違う。そうですね。はい、宮脇さんってご存知ですか。知ってる。ピッチャーの宮脇さん、はい、42人いた、やってる。一緒に言われたら分かる。言われたらですよね、うん、言われないと分かんないですよね。分かんない。吉本さん30分超えました。はい、あります。ありがとうございます。いや本当にね、なんていうんですか、やっぱり吉彦さん、僕勝手ですけど、やっぱりもう兄貴のような感じですよね。はいはい、遠ぐらい離れてますけど、なんていうんですかね、もうあのプロ野球というあの一番ね、こう泥臭い、まあね、そういう時代だね、時代ですよね、うん、あの辺の話も全てできるし、うん、若干今の話はついてこれないあたりも今後やっぱりいろいろご協力のほどよろしくお願いします。ちょっと待って、はい、いいですよ。ここにいたの24だった。24はもう、これはもうそういうことでしょ。間違いない、最後ね、はいはい、よ。これはもう、はい、これはもう、はい、はい、せーの、川口。いいよ、それが持ってるよね、なかなか。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ひろさん、ありがとうございました。ありがとうございます。面白かった。 ね、ありがとうございました。わしゃのもう何年も優勝見とらんのんじゃ。頼むよ、わしゃ。はい、声が聞こえる。いつの日かあんな風になりたい。